皆さんこんにちは。一日一を井上です。今日は英語が話せるとこういうところがお得だよっていうことを話したいと思います。英語が話せると世界が広がる。というのはいろんな国がある、あるじゃないですか。で、一つ一つの国訪れるたびにその国の言語を勉強していくっていうのももちろん素敵ですよね。ただそんなに時間がない時とかね、そのなんつうのかな、そこに住むとかじゃない場合、英語が話せればそこの言語を覚えなくても会話ができるよね。最近は、若い世代とかはいろんな国がその英語を喋れるようになってきてるから。もちろんその英語を話せる人はこの国はまだまだ少ないっていうところもあるけど、少なくとも英語が話せることによってこの国行っても会話ができる、あの国行っても会話ができる、その国行っても会話ができるっていうように、一度で何回も美味しいんだよね。そういうところが、魅力だよね、まずね。で、できなかったはずの友達もできたりする。っていうね。まあそこは何て言うかな、自分次第というか運次第というか、まあいろいろあるけれども、本当に違う国に行った時にこう会話をしたりするじゃん。なんかそこで知り合った人がいるのかなんかで、とかもしくはその海外に、イベントで行った時さ、ステージに立つわけじゃないですか。で、その国の人たちは、母国語はその国の言葉だ、言語だけど、英語も喋れる国だとするじゃん。もうその時に通じ合えるその喜びあるよね。だって英語が喋れなかったらその通訳の人をこう立たせて、で MC する時も「あ、皆さんこんにちは」っつってこう通訳してもらうじゃん。で、分かんないじゃん、その通訳がちゃんと言いたいことを伝えてんのか。で、そこを自分でステージ上がって英語で会話することによって、まず「あ、英語喋れるんだ」っていうのはあるじゃん。別にその英語が喋るのがかっこいいとかそういうことを言ってんじゃなくて、多いのはさ、あ、その、ね、僕たちの国にイベントでこのアーティストが来てくれたけど、まあ、結構みんな通訳入れて、ね、通訳の人がこう喋ってる感じなんだよなーっていうノリとかあったりするんで、そこで英語が喋れると、あ、ダイレクトにコミュニケーションしてくれてるんだっていうことで、何倍もね、つながれるんだよね、ファンのみんなと。それはいろいろと世界中でステージ立ってきて思ったことよ。それはね、強みなんですよ。本当に。で、後でじゃあ握手会って時もさ、わかるじゃん、あっちが言ってること。あ、ジョーのファンでこうこうこうで、なこの曲がすごい素敵で救われた、ありがとうね、でなんちゃらかんちゃらっていうさ、そこで喋れなかったらみたいな感じで終わるじゃん。まあ、それでも通じるものはあるけど素敵なんだよね。だからよく思います。なんか俺はすごくね、地元から離れてる国に来て、でここで、ね、まだ英語が話せるその国の人たちと例えば一緒にいるとするじゃん。こんな素敵な状況にいるんだなっていう、英語ってすげえなみたいな、そのすごく使えるツールなんだなって思った。それがまず一つね。で、二つ目、これはね、インターネットで、まあ、インターネットじゃなくてもいいんだけど、その例えばね、チュートリアルを探してるとするじゃん。何でもいいよ、わかんないけど、じゃあゴルフが上手くなりたいか、まあでもゴルフはまあ日本語のチュートリアルもいっぱいあると思うけど、何かを知りたい場合、じゃあこのソフトウェアの使い方のチュートリアル YouTube に誰か載せてないかなって検索するときに、日本語で探さなきゃいけないじゃん、日本語しか話せないと。これ、あ、この動画英語で説明してるわ、なんかすげえ知りたいことをこのチュートリアルでこの動画で説明してんだけど、英語なんだよなぁ。で、諦めるじゃん。でもそこで英語が分かると、はぁーっていう。そう、日本のサイトとか検索しても誰も載せてないこととかを、その英語では載ってる確率が何倍も上がるわけですよ。だ、そういうところで、
すげえお得。ああなるほどねっていう、これを見ればよっしゃーっていう、そこなんだよね。それは大きなアドバンテージなんだよね。資料を探してる時にもう確実に英語を話せた方がいいんだよ。インターナショナルなランゲージだから、説明書とかもさ、なんか辺鄙な場所に行ってさ、なんかよく分かんない国に行った時に、わかんねえなんて書いてあるか、でも英語が書いてあるからイエーみたいなあるじゃん。何個か書いてあるじゃん、そういうのって、説明書に英語フランス語何のか知らないけど、一つ読めれば「イエス」っていうなるんだな。で、英語を知ってれば得って言ったけど、それは何も完璧にネイティブになる必要っていうのは、そのまずネイティブになってからっていう必要は、その何て言うの、ないというか。単語を一つでも多く知ってればそれだけ得だっていうふうに俺は思ってるのね。文法とかは知らないけど、とりあえず単語が分かるだけでどんだけ違うかっていう話やん。入るなっていうのが読めるだけで全てが変わるでしょ。なんだろうねこれ、分かんねえ、ガチャ、あれみたいな。入るなしってだけでもう何倍も得なんだぜっていう。だから単語覚えようとかだけでもいいんだよね。これ英語で何て言うんだろうなーってか、ね、なんか辞書で引くでもいいし、そうやってこう、なんていうの、ストックに入れていけばいいと思うしね。で、とりあえずは単語だけ覚えて、そっから考えようっていう方法もあるよね。ということなんですよ。まあ、英語の強みはそうだし、あと英語が分かると、まあこれはちょっとレベルが上がってきたらの話だけど、英語が分かると海外のノリも分かるんだよね。ノリっていうのはどうしても限界があるんですよ、やっぱり日本語だけ知ってるとかだと。日本ってすごい独特な文化ですごいと思うんだよ、本当に。なんかユニークで、もう唯一無二、すごい魅力があると思ってて。ただその分日本にしか存在しないものだったりするから、そのこう文化的なそのノリというかね、そう謙虚さとかさ、そういう空気の読み方とか、つまりそれはお笑いの感覚も独特になるわけで、これを西洋に行くと違ったりするから、そのノリがね、でお笑いのツボとかも。ただそこですごく誤差というか温度差が生じてる。本人は気づいてないんだけど、その温度差があるっていう。これはね、俺がよく目の当たりにするんだけど、日本から来た人が頑張ってコミュニケーションね、取ろうとするわけじゃん。例えばアメリカ人と。で、ジョークを放つのよ。その英語に直訳した。もともとは日本語のジョークを。で、俺は両方わかるから、あ、この人はそのジョークを言いたいんだな。でも、このジョークは全然その西洋的には面白いとされないし、ジョークだとも受け取られないんだよなってなるわけですよ。だから、そういうところで少しでも、なんていうのかな、英語のノリというか、まあもちろん、ちょっと上級者編になっちゃうけど、そういうのが、英語がまず喋れてノリが分かるようになると、英語以外の言語を勉強した時にも役立つから。そう、西洋的なノリって割と似てるから、アジアのノリとは違うからね。中でも日本は本当に独特だから、そういう時に英語のノリが分かれば、スペインの英語のノリっていうか、その、まあ、英語圏のノリかな、そういう場合は、が分かれば、もちろん文化は違えど、スペインのノリでも別にフランスのノリでも何でもいいよ、そこら辺はなんとなく把握できるんだよ。と俺は思ってる。で、もちろん一つ一つの国にそのカラーがあるけど、もちろんヨーロッパとかも。でも大体ジョークの、感覚って似てて、だからハリウッド映画とか出てもさ、大体誰でもっていうか、なんていうの、その西洋的な文化が見た場合は笑うポイントが同じっていうか、少なくとも分かるから、あ、これジョークだって。でも分かんないと、ね、英語分かんないと、あ、え、今のジョークだったの？ってなったりすることがよくある。
って感じかな。まあ他にもいっぱいありますけど、とりあえずこんな感じですかね。ウェイ。君と並ぶ。